난해 오케소. 오키요 한배. 난데 히르네노 자마 するかな. 유해를 作らぬのが 勝利の 鉄則だ. 百戦百勝は 善の善なるものにあらず. 休みなしで戦っちゃ破滅するよ. 官兵衛殿。 一組三丁の鉄砲が 間断なく玉の嵐を見舞う. 押し寄せた武田騎馬軍はなすすべなく 絶望に沈む. なんでそこまでやるかな. 世には英雄が多すぎる. そのうち天をつかむ一人を除いた他のすべては天下に騒乱をもたらす火種に過ぎぬ. 世を太平へ導く答えはそれら火種を完全に沈黙させることだ. 名軍師は言うことが違うな. でももっと賢いやり方があってもいいんじゃない? 黒田官兵衛は同じく羽柴秀吉の軍師である竹中半兵衛と共に両兵衛と並び称される東大切手の軍師である。天正三年、武田信玄の死後、その後を継いだ勝頼は父の意志を果たさんと上洛を強行。これに対して魔王織田信長はこの機に武田を滅ぼさんと長篠で待ち構えた。完璧な策で敵を完全に沈黙させる官兵衛、 この戦を超え世の時を進めよ。武田は古き世の世を滅ばれば終わりの邪気なの。何を恐れることがあるか。騎馬隊突撃せよ。敵陣を踏みつぶせ。 鉄砲撃て。 騎馬隊の足を封じよ。 無意味な騒乱を起こす強かき者たち。 この戦で悟れない。その先に絶望しかないけど。親方様のお手柄たち、よくこれ耐えさせるものか。死ぬのために死ぬ。無意味でしかない。官兵衛殿がめちゃくちゃやらないように。これもついてる。 見事。
とじゃ。見とれてしまったぞ。むしゃぶりよ。この後必ず殺しましょう。ダンスの火種がまた消えたな。
うぬが働き米を食う開門どうにか逃げられそうか残念でした簡単には逃げられないんだな行くぞ勝利様には指一本触れさせる行くぞされた当然の結果だ。これはモノノフの意志。最後まで屈しはしないその心だけが今この瞬間のいくつもの命を奪っているその罪悪が分からぬか愚かなのか志を抱えて果てよ残す火種は勝頼のみすぐに消せる進め乱世の火種がまた消えらない働き者だな、官兵衛殿は乱世の火種がまた消えたなまだ全然足りないわ最後まで諦めん兵は存在すること自体がその命で償う天下に騒乱をもたらす火種一つ消えた勝よりもいろいろ背負わされてかわいそうな人これでまた時が進むHahahaha
田信長は長篠の戦いに勝利し、武田家を滅亡させた。だが天下布武を目指す信長に歯向かう勢力が現れた。鉄砲傭兵集団の雑賀衆と毛利家である。信長はこれを滅ぼそうとするが、毛利家の水軍に阻まれ苦戦していた。対して信長は新兵器を開発、木津川口の戦いに挑む。秀吉に従い官兵衛と藩兵衛も参戦。だが木津川口には両兵衛に匹敵する策士が待ち受けていた。古き時代にとどまらんとするものは生かすも無価値、全てを壊し尽くせ。あれが噂の新型軍船って感心してても勝てないか。守りを固めろ。攻撃にはまだ時間がかかるぞ。準備ができるまで皆で敵を食い止めてくれ。働き者だな、カメラ殿は。乱世の火種がまた消えたな。良いぞ、さらに苛烈に攻めよ。軍師ども、うろちょろしてねえで秀吉様守ってろ。刑の指図を受けるいわれはない。敵の戦法を撃つしかあるまい。我が手を貸してやる。守りを固めろ。今毛利軍の目は光秀に向けられている。その隙に従軍の将を撃ち、尻詰めをかく乱してやろう。元成の伝統が引き出す土佐戦線。打ち取った。働き者だな、勘弁は。
水軍の前線は最高の火力あってこそか。橋を避けろ。最下種、根性を見せてみろ。敵が驚いてる今が攻め時ってとこか。敵将を討ち取った。素晴らしい手前、さすがです。敵将を討ち取った。やるな、その調子だ。仲間のために負けられねえんだよ。信長みてえな残忍な男に従えない。バカげな。俺が抱える矛盾に気づく発言力、ここで見てやる。長が許さねえ。必ず償わせてやる。橋を架けろ。機は熟したようだね。秘策を披露しようか。行くぞ。改めて見るとやっぱり大きいね。でもまあやるしかない。突撃。どんな新型の軍船も中に入ってしまえば怖い。一気に勝負を回します。足をかけろ。守りを固めろ。元大将が攻勢に転じた。俺たちを援護し、守りを固めろ。立花もまた総連の日
だね。潰すには良い機会だ。みんな、この船の守りを固めるんじゃ。突撃してきた毛利の船から渡ってきてくれ。橋をかけろ。策を隠してみたから少しはできるようだ。奇抜な策だな。元隣って人やっぱすごい人だな。死の覚悟あらば立花が相手になる。立花はどうも俺たちの毛利に加担したな。元隣校の心だし死の世を見たくなってね。いい勝負だった。再戦が楽しみだ。この程度で誇れる気はするな。ランスの火種がまた消えたな。気を急がねばならない。俺じゃなくて信長が死ねばいいのに。そうすれば秀吉様が皆が笑って寝てられるよう気づいてくれる。皆に笑いながら寝られては不気味だ。今天下に一番近いのは信長。
むしろ秀吉様はそれを脅かす最大の火種。消えるべきは秀吉様だ。人間的には官兵衛殿だって秀吉様でしょ。くだらぬ情だ。はあ、官兵衛殿の将来が心配だわ俺。清正やら三成やら若い子に嫌われて切られちゃったりして。望むところだ。自責の私が憎まれれば主は汚れずに済む。おこがましい。私は安心だ。私が若造に切られても悲しむ愚物はやがてこの世にはいなくなる。ねえ、一つ約束してよ。死人にまで嘘はつきたくない。それじゃあ嫌がらせ。忘れないで、俺は光になって官兵衛殿を見守っててやるよ。ふん、夜でもか。月や星の光となって。雨ならば。雨の日はまあおねね様曰く頑張ればなんとかなるって言うしさ。さーて寝るか。眠れ、もう邪魔はせぬ。太平への答えは私が導き出す。天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。織田家は木津川口の戦いに勝利。半兵衛の死などの不幸はあったものの、秀吉の毛利家攻略も順調に進んでおり、信長の天下は定まりつつあった。その秀吉ら毛利攻略軍の陣中に突如驚くべき知らせが舞い込んだ。明智光秀の謀反に遭い、織田信長本能寺に散る。次の天下を定めるため、太平の世を導くため、官兵衛は信長の死に戸惑う秀吉の元を訪れた。光秀が謀反、信長が討たれたと。ないない、そりゃなしじゃろ。ご運が開かれましたな。これまであなたは天下の火種の一つに過ぎなかった。だがそれが変わった。信長という絶対者がついえた今、世を制すべきは誰か。万人の上に立つ器、動員しうる兵力、他国を制する地の利、天下、あなたに勝る支配者は存在しない。執着至極に存じます。お前情に準じて気を逸し、世を戦乱に戻すならそれは罪悪だ。忠義面結構。忠義の名のもと信長の、あなたの天下を揺るがす火種を踏み潰されよう。信長様の夢、わしが形にしちゃる。わしのやり方で天下取っちゃる。全てがあの山に連なる、この戦、あの天王山を取った者が勝者となる。秀吉殿と戦い勝たねばならぬのでは。我ら、そして信長様が目指す戦なき地平のため、信長様の旧敵明智光秀を討つんじゃ。信長様の夢、わしが形にしてみせるぞ。
これに勝てば秀吉様の天下に最も近づく。そう思いますが、明智光秀に感謝せざるを得まい。敵将を討ち取った。うん、本当強い子だね。太平がため、ついえよ。攻撃開始！天王山に敵がいる限り、劣勢は否めない。皆、天王山を奪い返すのです。守りを固めろ！天王山を起こせ！敵を追い払ってくれ！川沿いを進軍し、天王山の麓を目指す！もはやこれまでなのか？沈める。
佐伯の本体を吸収するのです。行くぞ。どひゃなんで急に敵が現れるんじゃ。邪魔者は全て消し去る。迅速にな。お見事。この程度で誇れる気はせんな。天下人を担ぎ出す中はヒロブロンドンデスラオロカブロン進め。天王山付近もあらかた片付け、次は敵陣を崩す。光秀は自分で歩むことを決めた。俺は友として光秀を助けるのに。またもくだらぬ楽しみだ。ヒロブロン君、愚か者。乱世の火種がまた消えたな。やるな、その調子だ。死の間際に意志を押し付けられて名は三平。もはやこれまでのようです。ですが、私と共に立った者たちに報いはなりません。全ての業私が背負います。開門進め。もはやこれまでなのか。敵将を討ち取った。お、やるじゃねえか。私のために散っていった者のためにも戦わねばならぬのです。沈むな。ヒロブロンドン、
男を私は天下人に変えてしまった。だがこれで太平を導き出せるのだ。半兵衛よ。秀吉は山崎の戦いで明智光秀を打ち破った。その後秀吉は信長の後継者として天下統一を成し遂げた。だがやがてその秀吉も病没する。次の天下は徳川家康と定め、官兵衛は徳川方についた。やがて新しき世を築こうとする家康と秀吉の世を守ろうとする石田三成が対立、日の本を東軍西軍に二分する決戦となる。九州においても両軍が衝突。豊臣家を守るべく東軍についた加藤清正と官兵衛は九州の東軍の指揮を取っていた。秀吉様の死後、豊臣は生き残る価値を失った。今や豊臣もまた騒乱の火種を消さねばならぬ。東では家康の三成と衝突した頃合いである。清正は中央を進め、私は迂回して攻める。少子な、こんなもので進行を妨げられるとでも。官兵衛、どこ行ってもすかしてるんじゃねえぜ。慶は清正に従うだけ。どこにいてもバカなのだな。奴らは我らを秀吉様の恩を忘れたと責めている。俺は豊臣を捨てちゃいない。奇妙だな。兵は豊臣軍と戦っているんだが、豊臣が止めるすぐに足が倒れてくるようだ。かかれ！分の悪い
乱世の火種がまた消えたな。この窮地にいかに出すか。徳川、それは貴様の望み。誰が天下を取る最強味などない。面白い。天下平定がない、主は選ばぬ。戦場の土となるのか。戦は賭けにならぬ。全てが利に落とすのでは。開門。突破されたか。交代して守りを固めよ。下がれ。聞いた先に兵を潜ませている。まだ釣りのぶせか。使い古された手を逃げ合わせる前に叩くまでだ。乱世の火種がまた消えたな。策を浪しても無駄なこと。ケイラに勝ち目はない。家康に従い、今度は豊臣を滅ぼすか。勘弁。開門。進め。滅ぶべきものは滅ぶ。それが自然の摂理だ。ケイと旗揚げした明智光秀もまた同じ。光秀は己の理想のため散っていった。俺もまた同じ。摂理にだろうが抗ってみせた。両方解決。ケイの夢物語。ヒロガンドン。ケイを滅え。愚か者が。理想を抱いて散るだけならば、たやすいことよ。雷暴れるところ風あり。俺は敵本陣を突く。行くぞ。行くぞ。立花の戦いを見せてやろう。守りを固めろ。総理条件変更。進め。救援艦隊だ。敵将を討ち取った。やるな。その調子だ。これまでなのか。
相手に手加減のなしか。寄せ集めに過ぎぬな。引導を渡してやれ。今頃三つ鳥は家康に屈服しているやもしれぬ。それはない。三つ鳥は受けようだ。己を通すやつだ。随分信頼している。大事な大事な豊臣の家を丸ほどに壊滅した。この城を返されば手段を選ばぬ。だが自身より太平を優先するしとも取れるな。自身を評価できぬように他者を語る資格がある。お見事。導き出された当然の結果だ。ヒロガン、ランスの人に夜じゃねえか。連れてみせろ。よっ、よっ、もはやこれまでなのか。乱世の火種がまた消えたな。よくやった。西軍は撤退したぞ。ふん、秀吉様亡き豊臣に存在の価値などなかったわけだ。勘弁。火種はまだ燃え尽きてはいないようだな。無駄なあがきだ。何を。天下を動かすのは何か、信頼か、忠義か。いな力だ。力のもとに人が集まり天下を築く。そしてその力は今徳川家康にある。豊臣はもはや天下を乱す火種に過ぎぬ。火種は未然に潰されるのが必然の道だ。いな潰れるのが必然の道と言うべきか。黙れ。お前に人の心はないのか。人の心とは何だ。人間同士のくだらぬ情こそが家を、国を、太平を潰す。ケイと石田三成こそがいい例だろう。ケイらがたもとを分かたなければ豊臣は壊れなかった。
それがどうした？あれは俺の家だ。体張って立て直してやるよ。官兵衛ら東軍は石垣原の戦いを制した。同じ頃関ヶ原でも東軍本隊が勝利、西軍の首相石田三成は京城の露と消えた。その後徳川家康が征夷大将軍に就任。清正は徳川幕府下での豊臣家存続を模索し、和平会談などを開いたが徒労に終わった。戦国最後の火種である豊臣家に天下を脅かしかねない者を集め、一網打尽にせんとする官兵衛の目論みがあったからだ。清正は豊臣を守るため大阪城に入り、家康は豊臣を滅ぼすべく大阪城を囲んだ。官兵衛は太平を導き出す最後の戦に家康の軍師として参陣した。三成、見てるか。この家は俺が守ってやる。騒乱の火種は消え、俺が導き出される。絶え間なき妖術の呪文で城内を強行に陥れる。攻撃開始。俺らの城がぶっ壊れちゃう。妖術を止めろ。守りを固めろ。攻め入り、ウルワの首相を撃ち取る。よし、敵を十分に引きつけて打ちかけよう。攻撃開始。進め、花田丸を奪うのだ。敵将を討ち取った。消えたな。てめえ、おじきから受けた恩を忘れやがったか。呪文で天下を見つけなさい。経緯は分かるな、愚か者が。殿から預かった三つ、死んでなお騒乱を焚きつけるか。守りを固めろ。火種は消し損なうと燃え盛ろうとするから困る。開門。この戦を終わらせるんだから。守りを固めろ。
せの火種がまた消えたな。見事な働きだ。敵将を討ち取った。むしゃぶりよ。愚かだな。くだらぬ銃で弱めです。全力が分からぬ。くだらぬもん。それが罪でも、あたしを戦う。ヒロクロン君。石田の罪という人だ。もう忘れていようとはな。愚か者が、くすぶってるどころか、その戦で燃え上がるな。おかげで大きな理由を沈める種がまた消えたな。私は負けない。討ち死に。佐野田丸を放置してはやん。早めに潰しておかねばな。開門。
まで家康公の首我が槍でもらい受ける。守りを固めろ。雪村と春政が共に生まれた矢、先に雪村を潰す。背の火種がまた消えたな。天下の火種を集めた上で豊臣に準じてくる。兵のくだらぬ準備安らかに寝よう。これで豊臣という大きな火種は消えた。残る小さな火種も順繰りに消していけばよかろう。俺たちの壊させや。死ね。わざわざ蘇ってまで何を言うかと思えば。思えば私も天下を脅かしかねない存在か。ここで火種がもう一つ消えると思えば、これはこれで良いのかもしれない。